たくみさんって夜になるとだいたい寮にいないっすよね。そうだっけ。どこ行ってんすか。さあ隠す必要あります。食い下がるじゃん。普通に気になるんで。普通ね。俺誰にも言わないっすよ。こう見えて口は固いんで。いやいや本当になんもないから。さすがにそれは嘘でしょう。やだな勘のいいやつ。わかりました。じゃあイエスかノーで答えてくれたらいいんで。獅子王さんとよく出かけてるって本当っすか。その話どっから仕入れた。獅子王さんっすね。あいつみんないい人っすよね。ゼロワンのメンバー。知んないよ俺付き合いないもん。芸能界のこと何も知らないって言うとみんなすげえ優しくしてくれるし、いろんなことを話してくれるんすよ。へえ。ここだけの話ですけど、あの天才王子白鳥和樹が実はかなりポンコツとか。言い方。あと二瓶律って見た目クールだけどバブミが強いとか。バブミって。イルマルソータがめっちゃ泣き上戸とか、青山洋介がくっそ口悪いとか。お前口止めされたこと軽やかに全部漏らしてくるじゃん。